はい、今日は2014年ですね、管理業務審査試験に合格されました泉さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございます。でまず泉様ですね、自己紹介の方をお願いいたします。私泉春彦と申します。ただいま60歳です。栃木県在住で今警備員をやっております。どうしてこの防災棟を選んでいただいたのでしょうか。もう簡単に申し上げればお値段と、それから一番好きなのはその余計な勉強はするなと、受かるための勉強をしなさいっていうね、書いてあったものですから、それと平均の原告の合格率より、例えば今年の 2.3 倍にしたかな、管理業務審査、その3点ですね。よしこれでいこうと。で申し込みいただくとテキスト問題集とかもいろんなの教材がありますけれども、どれが一番良かったでしょうか。直前だったんですけど、なんですか、一番最後に択一問題集ですかね、はい、択一の対策、あれで私は最終的には勝ち取れたんだろうと思います。あれはもうちょっと早く欲しかったぐらいだったですね。で私の講義はどうでしたでしょうか。正直言うと私通勤途上でですね、我が家で聞くよりも通勤途上で車の中でこう流しながら運転しながらほとんどだったんですけど、で大体すぐ気が飛んじゃってですね、あんまり覚えてないっていうのもあるんですけど、ただもう毎日毎日通勤途中行き帰れば必ず流しっぱなしにして、もうそれを習慣づけさせて、だって、玉井先生がその何て言うんですかね、僕がよく強烈に覚えてるのはマンション住まいされて、管理人の方が、朝元気よくおはようって言ってくれると、今日も頑張るぞと言われたとか、そういうことばっかしかあんまり覚えてないんですけど、清水さんですけど、なんとなくもそのやっぱ実務を知ってる方が言われてるようなその試験とは関係ないようなことがなんか自分なりにはためになってるなっていうか、だからそこが楽しかったですね。で今から勉強についてお伺いしたいんですけども、受かるために工夫されたようなことはどんなことがございましたでしょうか。特別な工夫っていうのは私もわからないんですけど、自分ではもう暇を見つけて問題集を繰り返しやるだけです。それだけでした。もう難しいことを考えてもしょうがないですから、習うようになれろって言いますけども、叩き込むんだっていうその思いだけですね。最終的には問題集は何回くらいやられたんでしょうか。問題集にその日付入れるとかありますね、あれはだいたい今日お持ちしたところは全部5回分確かありますけど、5回分ですけど、そこは全部埋まっている日にちが書いてあると思いますし、それだけなんていうんですかね、それ以外にも何回か見てるとは思いますから、私は先生に10月だと思うんですけど、直前問題集とかですね、あれをやってダメだったんですよ。30点いってるかいってないかで、私市販の直前問題集1冊買ったんです、そしたら全部27、8点なんですよ。これはやばいと思って、どうしたらいいですかってメールさせていただいたら、先生が諦めずにもう一月あんたが頑張りなさい、他のことは手出すなっていう、私はもう今でも覚えてますけど、あれでその択一のあれをもう一回やり直してこれだと思ってやって、自信はなかったですけど結果的には合格いただいたので、もう先生の言う通りでした。他のもう何にもやってないですもん、ほとんど。でこれで今管理業務主任者取られて、今後の目標は何でしょうか。とりあえず60歳ですけれども、これから管理業務主任者の資格を生かして、その仕事に就ければなと思います。それだけですね。じゃあ最後にですね、これからの勉強される方にですね、メッセージをお願いいたします。資格、目標があると思いますので、そういうのを受けられる場合はその目標に向かって、地道な繰り返しといいますか、それを繰り返すのみで、その何て言いますかね、余計なことを考えないで問題をクリアしていくことに尽きると思います。派手なっていうか、うまく楽して覚えようじゃない、思わない方がいいと思います。繰り返し繰り返し、やっていく、気持ちで負けないようにと思います。はい、わかりました。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。